新しい一日が始まった。あるものは仕事へ向かい、またあるものは学校へ向かっていく。そしてここにも一人、新たな一日を迎えようとしている男がいた。宮本和樹、彼は今もなお頑なに武士道を貫き続け、さまざまな葛藤や困難を経験しながらもこの異国の地で鍛錬し続けている。寝ている間も彼は周囲への警戒を怠らない。いつ何時敵からの襲撃を受けるかわからないからだ。安全を確認すると彼は朝食を求め寝床を立った。人々は一旦豊かさに慣れてしまうと全てのもののありがたみを忘れていく。彼はそれを嘆いている。しかしそんな彼を人々は馬鹿にし、あざけ笑っている。彼らからしてみれば、宮本さんが取っている行動は滑稽にしか映っていないのだった。異国の地で彼が受け入れられることはなかった。学歴を持たない宮本さんにとってこの土地での暮らしは厳しいものだった。学位を持たないというだけで彼は邪魔者扱いされ続けた。そうして宮本さんは生きていくためには物乞いになるしかなかったのだった。たとえ彼が尻尾深く知性に富んでいたとしても、そうするしか他に方法はなかった。お父の勇ましや、彼にはもう昔の面影は残っていなかった。全てを奪い取られて彼に残されたものは長年身にまとっている着物と親から譲り受けた傘だけだった。若の裏には名所。帰る時の資産を失った彼は果てもなくさまよい続けた。行く先も分からず、たらたら歩き続ける日々。彼はそこで目に映る街の景色、人々を心に焼き付けていった。あたかも心の中にできてしまった大きな穴を必死になって埋めるように。彼は彼女のもとに訪れ続けた。たとえどんなに離れたところにいたとしても。彼女が彼のことに気づくことは今まで一度もなかった。今日この瞬間を除いて。
アメリカを理解すること、それは彼にとって容易なことではなかった。むしろ不可能にすら思えた。そうして宮本さんはいつしか自分までをも見失っていった。少女たちの気持ちは彼の心に深く届いた。人が最も忘れていけないことを彼女たちの助けによって、彼は立てこもっていた。目には見えない何かと。彼は自分が今まで下してきた決断を後悔したりはしていない。自分自身が歩んできた道のりは決して間違っていなかったと信じている。この土地での暮らしは決して楽ではなかったが、それでも彼はいつだって目の前に立ちはだかる壁を乗り越えてきた。今の彼を突き動かしているのは、今を生きていこうとする強い意志だった。
それだけだった。